皆さん、こんにちは。一時期はクイズ番組や情報番組など多くのバラエティ番組に出演していた清水圭さん。ほとんどテレビで見かけないまま2022年に芸能界を引退していました。そんな清水圭さんは芸能界を引退する前から芸能界から干されたという噂もありました。また引退した今、清水圭さんはどうしているのでしょう。今回は清水圭さんの干された理由と現在の姿についてご紹介していきます。まずは清水圭さんのプロフィールをご紹介します。名前清水圭、本名清水圭太、生年月日1961年6月24日、出生地京都府宇治市、出身大学同志社大学商学部、元所属吉本興業。清水圭さんは京都府宇治市出身で、同志社大学卒業後アパレルメーカーに就職し、サラリーマンとして2年間働いていたそうです。ところが1984年に大学の後輩である泉州さんと清水圭、泉州というコンビを組んでお笑い芸人になります。お二人は1986年には今宮子供恵比寿漫才新人コンクールで優勝し、その後関西を中心に活動の幅を広げていきました。その後はコンビで東京進出も果たします。日本放送で圭州のオールナイト日本のパーソナリティにも抜擢されますが、さほど売れず再び関西に戻ります。しかし1993年から再び東京へ。清水圭として一人での仕事が徐々に増えていきました。そして清水圭さんと泉州さんのコンビは2001年に正式に解散しました。その後多くのレギュラー番組を持つようになっていった清水圭さん。笑っていいともは1993年から1994年の1年間レギュラーを務めました。他に清水圭さんのレギュラー番組で記憶に残っているものといえば、ビートたけしプレゼンツ奇跡体験アンビリバボーです。こちらは1998年から2012年という14年もの長い間レギュラーを務めていました。しかしメンバーを総入れ替えしたいという番組側の理由から降板しました。このように多くの番組で活躍されてきた清水圭さんですが、最近はあまり見かけなくなっていました。清水圭さんが芸能界に干されたと言われている理由を見ていきましょう。一、勝手に夏休みを取ったから。清水圭さんは戦術の通り笑っていいとものレギュラーを約1年間していました。しかしレギュラーになってまだ1年間も経っていないのに、なんと夏休みを取ったのだとか。これの何がいけなかったのかというと、笑福亭鶴瓶さんは毎年ハワイに旅行し休んでいたそうで、その度にグランドフィナーレで中居正広さんに茶化されていました。長年番組に出演していた笑福亭鶴瓶さんでさえ休みを取っただけで茶化されるのですから、清水圭さんのしたことはかなりいけなかったのです。この行動について清水圭さん自身も、スタッフは頭にきたと思うわ、わら、そりゃ降ろされるわいな、わら、と語っています。この降板理由を知った世間からは、清水圭のいいともレギュラー降板理由笑ったなどの声が上がっていました。2ブログが炎上したから。清水圭さんの芸能界から干された理由として、2009年のサッカーのオランダ戦でのことをブログでコメントしたからと言われています。本田圭佑選手と中村俊輔選手がフリーキックでどちらが蹴るか揉めた件で、清水圭さんがブログでコメント、それが大炎上することとなりました。本田圭佑選手が蹴らせてほしいと訴えたことに、清水圭さんは主張しただけならそれは当たり前の行為と認めつつも、返す刀でキッカーを諦めきれない本田選手が中村選手に吐いたありえないセリフを私は知って万年と暴露。続けて、共に勝利を目指すチームメートには絶対言うべきではない捨てゼリフ、若気の至りでは済まされまへん、敬意なんてかけらも感じまへんと猛批判しました。この清水圭さんのブログでのコメントが炎上しました。炎上したことにより清水圭さんはえらいすんまへんとコメントし、そのブログを削除することになります。その結果、消すなら書くなとさらに炎上してしまったそうです。このブログが炎上した理由の一つに、本田圭佑選手にはファンが多いこともあります。さらに清水圭さんが言ったありえないセリフも検証されることになります。そのセリフで一番有力とされているのが、
これを外したら代表引退してもらいますから、とされています。確かにこのセリフはあまり良くないですよね。清水圭さんの気持ちはわかりますが、この炎上が清水圭さんのイメージダウンにつながり仕事が減ったと言われています。ブログでの発言は自身のイメージも損なう可能性があるので難しいですね。他にも清水圭さんの仕事が激減した理由として所ジョージさんとの確執が原因とする声がありました。清水圭さんと所ジョージさんといえばアンビリバボーで共演していました。ではなぜこの2人に確執が起きたかというと、所ジョージさんの BS 富士の冠番組の所さんの世田谷ベースの時間帯に清水圭さんのマネージャーのミスで裏番組のゴルフ番組に出演が決まってしまったそう。裏番組に出るのはタブーとされている芸能界、これが原因でお二人の仲が悪くなったと噂されますが、これについては清水圭さんは申し訳ないと思っているそうですし、清水圭さんも世田谷ベースの仕事を大事にしているそうなので、お二人の仲は悪くないと思われます。その証拠に所ジョージさんの車を清水圭さんが譲り受けるなどされていますので、確執はないと言えます。プライベートでは1994年に女優の高坂美雪さんと結婚しています。高坂美雪さんは元アイドルで女優に転向。高坂美雪さんはヘアメイクアーティストと結婚しましたが、1990年に離婚しているため清水圭さんとは再婚でした。1997年に長男、2002年に次男と2人の男の子を授かっていますが、当初なかなか子供を授からなかったため不妊治療を行っていたそうです。しかし治療を続けてもなかなか妊娠せず半ば諦めかけていたとか、治療を少し休もうと考えていた矢先、長男を授かったそうです。お二人は大変仲が良く、おしどり夫婦と言われています。以前は多くのレギュラーを持ちながらも、その後ほとんどテレビに出ていない清水圭さんはそのまま2022年4月28日に芸能界を引退してしまいました。2022年4月28日に自身のブログでモチベーションがなくなったという誠に個人的で勝手な理由ですと引退を明言。その後所属していた吉本興業のホームページからプロフィールが消え、ブログも閉鎖してしまいました。閉鎖されたブログでは、ここからは本名の清水圭太くんとして普通のおっさんからやがて普通のおじいさんになるべく地味に静かに人生を過ごしていこうと決めましたと綴っていた清水圭さん。2012年6月に東京目黒区内にオープンしたカフェ&アパレルショップのオーナーを務めているだけに、引退後は同店の経営に専念しているのでしょうか。このお店は1階が柿の木坂コーヒーというカフェで、2階はストレージというセレクト中心のアパレルショップになっています。とてもおしゃれで若い人からも人気があるようです。もともとファッションセンスもとても良かった清水圭さん、そのセンスが生かされているのかもしれません。アパレルショップの店員の全国平均年収というと480万円のようです。また実力や資金がある人が独立した場合の年収は400万円ほどだそうです。ですがこれは個人の力量なので、年収が200万円の人もいれば600万円の人もいたり、バラバラのようです。これらを見るに清水圭さんは独立していますので600万円に当てはまりそうですが、清水圭さんは芸能人で宣伝力が違います。それからカフェもやっているので年収1000万ぐらいの稼ぎはあるのではないでしょうか。仮に稼いでなくても全盛期の時の収入が残っていると思われるので、生活には困らないと思われます。実際に働いているのかを調べるため記者は店を訪れたものの、清水圭さんの姿はなかったそうです。スタッフに聞いてみるも、本日は不在です、僕らもいつ来るのかわからないんです、突然来ることもあるので。店先にディスプレイされていたアメリカ車は清水圭さんが所有しているようで、たまにエンジンをかけにやってくることもあるというのですが、来る日は決まっておらず、私たちも次に来る日はわからなくてとお店のスタッフは言います。どうやら誰も清水圭さんの所在を把握していないようです。地味に静かに人生を過ごすと決めたという言葉通り、引退後は誰にも行方を伝えず自由気ままに暮らしているようです。いかがでしたか。今回は清水圭さんの干された理由と芸能界引退の真相、そして現在の姿についてご紹介しました。芸能界を引退して収入自体は全盛期より下がりはしたと思いますが、カフェ&アパレル店を経営されていて楽しそうです。
これからもご自身の好きなことをしながら楽しく生きていってほしいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。